ノエル・フェルナンド・サラスは、メキシコが州国ソノラ州、ワタバンポ出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。メキシカンリーグのタバスコ・キャトルメン所属。2005年にメキシカンリーグのサルティーヨ・サラペ・メーカーズに入団した。2006年にはリリーフで8勝2敗、防御率3.02を記録し、オールスターにも選出される。2007年4月5日にセントルイス・カージナルスと契約。 同年は、参加の A 級パームビーチカージナルスで16試合に、登板したが、防御率は5.26だった。2008年は、A 級スプリングフィールドカージナルスで60試合に、登板し、74イニングで100個の三振を奪った。2009年は、トリプル A 級メンフィスレッドバーズに昇格した。2010年5月28日のシカゴカブス戦で、メジャーデビュー。 2011年は不審のライアン・フランクリンに代わって4月末から臨時のクローザーを務め24セーブを記録した。ただし防御率2.28に対して投球内容をもとにした疑似防御率ザ・フィップは3.62であり、トニーラ・ルーサ監督の完全な信頼を勝ち取ることはできず、9月以降はジェイソン・モッドと配置転換された。2012年は 人欠席の影響で開幕から乱調で5月下旬には防御率が6点台に達しマイナーへ降格した2013年開幕前の3月に開催された第3回ワールドベースボールクラシックのメキシコ代表に選出された2013年11月22日にピーター・ボージャス、ランドル・グーリチャックとのトレードでデビット・フリースと共にロサンゼルス・エンゼルス・オブ アナハイムへ移籍した。2014年は、登板方の影響で、6月に故障者リスト入りした。しかし、この離脱が良い休養となり、8月には13試合連続、無失点を記録するなど、調子を上げた。最終的には57試合に登板し、3年ぶりの4.00未満となる、防御率3.385勝0敗。 自己ベストの脱三振率9.4という好成績をマークした。2015年はチーム最多の72試合に登板。防御率は4.24まで悪化したが、2年連続で5勝を上げ、63.2イニングで74脱三振。自身初の10以上となる脱三振率10.5を記録した。2016年8月31日にエリックマノアとのトレードで、 ニューヨークメッツへ移籍した。オフの11月3日に FA となったが2017年2月15日に1年契約で再契約した。また2月8日には第4回 WBC のメキシコ代表に選出され2大会連続2度目の選出を果たした。自身の誕生日である5月30日のミルウォーキーブルワンズ戦でキャリア初安打を記録した。八月十一日に リーフとなり、15日に自由契約となった。2017年8月19日に、エンゼルスとマイナー契約を結び、参カの AAA 級ソルトレイクビーズへ配属された。8月31日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。オフの11月2日に、FA となった。二千十八年一月十二日に、アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月24日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。開幕から41試合に登板していたが、7月6日にリーフ9日に自由契約となった。2018年7月16日にアトランタブレイブスとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級グーインネットストライパーズへ配属された。 2019年はメキシカンリーグのモンクローバスティーラーズと契約した。6月8日に自由契約となった。6月13日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結び、参カのトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスへ配属された。6月24日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月28日にリーフとなり、30日に マイナー契約でトリプル A 級リーファイバレーへ配属された。7月18日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月21日に再びリーフとなり、23日にマイナー契約でトリプル A 級リーファイバレーへ配属された。2021年3月30日にメキシカンリーグのタバスコキャトルメント契約。オーバースローから 最速94.7マイルパワー、平均91マイルパワーの方針を中心に、決め玉である平均86マイルパワーのチェンジアップ、平均83マイルパワーの縦のスライダーを操る。ありがとうございます。